はい、皆さんおはようございます。トライアスロン八尾監督チャンネルへようこそお越しくださりありがとうございます。八尾翔一です。皆さん今日の目覚めはいかがだったでしょうか。私はいつもと同じく最高の目覚めでこの朝を迎えることができました。じゃあ今日も張り切ってまいりましょう。大きい小さい、優しい厳しい、得意苦手うまい下手、人は人に出会った分だけ自分に出会う。出会いこそ人生の宝探し。あなたの中には宝物がたくさんあるってこと。今日は心の偏差値についてお話ししたいと思います。チームブレイブの方々は誰かが遅れたり何かがあった時は必ずまったりその人のそばに行き心を寄せてくださります。もう最高の方々なんですね。仕事の場面でもきっと同じことをされていると思います。自分の仕事を通してみんなに喜んでもらえることされていると思うんですね。とても素晴らしいことです。頭の偏差値より心の偏差値、心の偏差値は自分の時間や労力を人を喜ばせるために使うことで高まると以前教えていただいたことがあるんです。仕事を通して誰かのためにと力を出せる人って本当に尊敬します。皆さん今日は少し意識して心の偏差値を高める、そんな行動をしてみるのもいいかなと思います。その行動が皆さんに幸運を引き寄せてくれるのではないでしょうか。今日一日皆さんにとって素晴らしいと思える日になられますことお祈り申し上げます。それでは皆さんいってらっしゃいませ。